守備において、大のチームにおいて掲げている、コンセプトが出るようなシーンというのをいくつか見ていきたいなと思っております。まずコーナーキックの守備というところから始まってですね、まず相手のバックパスというものに対してはまず全員で押し上げて、ラインを上げてですね、プレッシャーをかけていくというのが一つ、キーになっています。このバックパスですね。で、全員で押し上げるということが非常に大事です。そしてキーパーへのバックパスというものに対しても意図的にですね、ジャンプという表現を使ってますけども、自分のマークを捨てて、ジャンプ、二度追いとかっていう言い方をする方も多いかなと思うんですけども、キーパーに対しても積極的にプレッシャーをかける。その中で大事になってくることは、数の原理でいうと、1対2というところで数的不利な状況なので、やはりこのパスラインですね、こうリターンされないようなことを意識しながら、片方のサイドですねに追い込んでいくためにアクションをするというのも非常に細かいところまで話はしています。ストロングサイドという言い方をトランジションの守備なんかでもしますけれども、意図的に自分たちからストロングサイドというのを形成して、このサイドですね、サイドに追いやる、そういったイメージになります。そして守備の個人技術戦術という観点からで、このボールの移動中ですね、相手の選手から味方へのこの移動中にどれだけプレッシャーをかけることができるかというのも、高い位置での我々がやりたい守備モデルを実現させるためにも非常に重要なポイントとなります。移動中に寄せる、そして相手の体の向きをしっかりと全選手が読み取る、そして複数のラインですね、今1ライン、2ライン、3ライン、そしてキーパーも含めて複数のラインを形成すること、それは非常に肝になっております。相手チームのこのライン間というような表現をしますけども、要は間、ギャップへのパスに対して、我々が目指しているものは、ここの選手が吸収されてしまうと守備のラインというのは一つ減ってしまうので、番号で言うと1番、2番、この2番の選手がライン間に対して見えないところから、死角から当たるということで、自分たちの守備を優位にしたいなというコンセプトがありますので、この3人目の選手というのが吸収されてないというのは一つ自分たちのモデルになります。そういったことを連動すること、そして全員の立ち位置というのがサイドに対してできるだけコンパクトですねになるということで、最終的には自分たち守備の方が人数が多い、4対2とかですね、3対2、キーパーもいれば5対2とか5対3というような形で、守備においても数的優位な状況、そしてこの一番近い局面でいくと、2対1ですね、サイドに追いやることで、そして自分たちのが人数をかけて、ボールを奪い返すと。理想は相手コートでボールを取ってですね、ショートカウンターというのは当然理想ではありますけども、自分たちのやりたいコンセプトというものが詰まったシーンかなと思います。
そして次に相手がですね、我々の攻撃システムにおいてはいわゆるピボを使うということが多いので、まあ、数字で表すと、まあ、3-1 とか、まあ、そういった表現になるかなと思うんですけども、フットサルにはピボを置かない、まあ、4-0 というふうな表現をする方が多いですけども、そういう相手も当然います。じゃあ違ったシステムに対して自分たちがどう対応していくかということも非常に重要になってきます。相手のやりたい戦術というのはおそらくピボがいないことでこの裏のスペースというのを攻撃したいということもあります。ただ我々はまあマーク交換を行いたい、アグレッシブに数的を作りたいというところを考えているんですけども、その中で例えば一つの約束事として相手がまあ4-0でプレーをする時の一つ目の動き出しというものに関しては基本的にはマンツーマンでついていくと。ここついていかないとこの裏のスペースを使われてしまいますし、そこをケアしてカバーをしすぎると今度は自分たちの数的不利な形ですね、4-2とかというものを作られてしまうということもあるので、一つ目のアクションに関しては、まあ、マンツーマンでついていく。その中でプレッシャーをかける中で今度は、まあ、マークを受け渡す、そういったポジショニングコンパクトになるとかですね、この攻撃の体の向きを読み取って自分のマークにベタ付きになるのではなくて、しっかりとカバーリングができるポジションを取ることを、ボールと同サイドのフィクソの選手はインターセプトを狙うことを、まあ、人数でいうと4-3、フィールドプレイヤーのこの4-3ですねっていうものを最終的には作り出して、相手コートでボールを奪ってフィニッシュまでいく、まあ、そういった相手のシステムに対して、まあ、自分たちがどうコンセプトを維持しながらも、まあ、ディテールというものを微調整しながらっていうことをやれるように取り組んでいます。そして次のシーンですけども、まあ、このようによりダイレクトに前進をされてしまうということもゲーム中あります。自分たちが押し込まれてしまう。理想は相手コートでプレッシャーをかけ続けることですけども、このように押し込まれてしまうということもゲーム中ありますので、そうなった時には自分たちが共有するコンセプトというのはこのようにですね、よりコンパクトにポジションを取ることですね、まあ、ボールを頂点に、まあ、ひし形のような形、もしくは 2-2 という、まあ、表現方法はいくつかあると思うんですけども、コンパクトに中を閉じながらカバーリング、全員がカバーリングをできる、そういったポジションを素早く取り直す。そして相手の1対1に対して縦に突破された時のためのカバーリング、中央に運ばれた時のまあカバーリング、そしてこの斜めに対するカバーリング、まあ、ポジショニングというのを形成して、コンセプトとしては同じようにですね、数的優位というものを作り出して奪って、まあ、カウンターにつなげる、まあ、このようにゾーンごとにですね、どういった対応するのか、どういうコンセプトを用いるのかというところを、まあ、全員がしっかりと共有できるような形で、守備については進めています。
今監督の方から3つの映像を用いてゾーンごとでどういう守備のスタイルを用いるべきか、またボールの状況に合わせてそれぞれの選手が適切なジャッジメントをして決断してプレーしていくということをご説明いただいたと思うんですけれども、まあ、ずっと一緒に仕事させてもらう中でよく監督の使うワードで、まあ、守備っていうのが迷いがあっちゃいけないっていう話をされると思うんですけれども、まあ、監督の考える、まあ、守備において一番こう大事にしたいものっていうのが端的に表せるなら、まあ、今映像も踏まえて補足説明してもらえればなと思うんですけれども、お願いします。そうですね、本当にまさしく大事にしているのは今おっしゃったワードの迷いなく選手たちがプレーをする、逆に言うと攻撃は相手を迷わせたい、まあ、そういったものは自分の考え方としてあります。なので攻撃のシーンでは相手に迷いを与えるためにどういったアクションを用いてとかですね、カバーリングはしないといけないために1対1をとかですね、ピボを使うというのと、まあ、逆の発想で自分たちが迷う守備において自分たちに迷いがあるということは相手に対して優位性をもたらしてしまいます。まあ、その一つの例としては例えばマークを受け渡すときに、まあ、前にいる選手は例えばマークを受け渡したかった、でも後ろの選手はマンツーマンでついてきてほしかった、まあ、そういうズレがあることで、その一つのズレが、まあ、フットサルというスポーツにおいては非常に大きなダメージになる、失点につながるということが非常に多くあるので、やはり迷いを選手が感じてしまわないように、そういう意味で、まあ、ゾーンごとにしっかりとどういう対応をするのかとかですね、まあ、いわゆる守備でいうと特に相手コートにおいては、まあ、1人目、2人目、3人目、4人目、まあ、5人目といったようにボールを基準にしてそれぞれの役割ですね、1人目の選手はどういった役割を持ってプレッシャーをかけないといけないのか、その状況に応じて2人目、3人目、4人目、5人目がどういったポジションであったりどういった対応をしないといけないのか、そしていつもいつもうまくいくわけではないので、自分たちの、まあ、プレッシャーを回避されたときにどうやって相手よりも早くポジションを取り直す、そのためには例えば撤退を早くするのかとかですね、スライドを活用するのか、まあ、旋回をするのかとかですね、または数的不利の守り方というものでも迷いなく対応するのか、まあ、うまくいくときいかないとき含めてありとあらゆるシチュエーションにおいて選手たちが迷いなくプレーをできるためのガイドラインというのをどれだけ提示できるかというのは逆に指導者としては必要なのかなというふうに思っています。この映像を通してフットサルの新しい見方や新しい捉え方というものをに興味を持っていただいたり面白いなと感じていただいたら嬉しいなというふうに思います。男女ともに日本代表チームをこれからもどんどん応援していただけたら嬉しいなというふうに思いますし、選手の皆さんや子どもたちというのも将来日本代表に入りたい、まあ、そのような夢や目標を持って楽しんでフットサルに取り組んでくれたら嬉しいなというふうに思います。どうもありがとうございました。ここまでご視聴いただいてありがとうございました。これからもですね、JOK フットサルとしては、選手の皆さん、そして指導者の皆さん、またフットサルファンの皆さん、フットボールファミリーの皆さんにとって、魅力的な活動だったり、魅力的なコンテンツというのを提供していきたいと思いますので、これからも引き続き応援してもらえるように頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。それではまた会いましょう。